早くこっちに来なってば。う、押さないで、足が滑っちゃ、いたわ、ごめん、大丈夫？早くどいて、潰れる。ああ、ごめんね、ごめんね。ごめん、あの、怪我とか。平気。ったく、お前とろすぎでしょ。ごめんなさい。もういいって、ほんとうざい。あのさ、陰魔たるもの、部屋に忍び込むくらい躊躇なくできなきゃダメじゃん。そんなこと言われても。そんなんでこの先一体どうするつもりなわけ？だってその勝手に部屋に入るのって緊張するし。これからはちゃんと気をつけてよね。それで今回のターゲットは、いた。このお姉ちゃんだね。間違いない。すっごくいい香り。今までの中でもかなりいい線いってるな。綺麗な人。肌が真っ白で、触ったら割れちゃいそう。お前の相手にはもったいないレベルかもね。ほら、起こしてみなよ。僕が？うん。わかった。やってみるね。あの…起きてください。あの、すみません。バカ、そんなんで起きるわけないって。いい？起こすときはこうするの。お姉ちゃん、起きて。お姉ちゃん、起きたね。ねえお姉ちゃん、俺たちの姿が見える？見えてるんだ。よかった。あ、驚かせてごめんね。とりあえず自己紹介。俺たちは今、人間の生気を吸って生きてるんだ。生気っていうのは、その人間が気持ちよくなった時に出るみたいです。フェロモンってやつに近いみたいで、簡単に言うと、俺たちはお姉ちゃんにその精気を分けてほしいなって。わかんないかな。ちょっとだけ体触らせてほしいんだ。ああ、そんなに怯えなくていいのに。俺たち、お姉ちゃんに痛い思いをさせようなんて全然思ってないよ。安心して。でも、怯えないでなんて無理じゃないかな。突然部屋に知らない人が入ってきたら、僕だって怖いよ。じゃあ、お前が何とかしてあげれば？え、どうやって？お姉ちゃんにキスするんだよ。お近づきの印ってやつ。え？僕まだそんなキスとかしたことないよ。仕方ないやつ。じゃあ俺がお手本見せてあげる。ちゃんと覚えときなよ。と、その前に軽く術をかけておこうかな。今、お姉さんに何かしたの？
うん、少しの間だけ体を動かせないようにした。変に抵抗された時面倒でしょ。え、いいのかなそんなことして。ねえお姉ちゃん、少しだけおとなしくしててね。大丈夫、キスするだけだから。お姉ちゃん、キスしただけなのにすごくいい香りがする。もしかして感じやすいの？お姉ちゃんを食べるのますます楽しみになってきちゃったな。ほらお前もやってみな。え、でも早くしなよ。じゃなきゃ食事分けてあげないけど。分かった、やってみるよ。あの、ごめんなさい、嫌かもしれないけど少しだけ我慢してもらえませんか。こうだったかな。ねえ、今できてたかな。あのさ、キスって息止めてするもんじゃないよ。あれ、そうなの？でも口が塞がってるのにどうやって息するの？どうやってって、こいつこんなんで本当に精気を吸い取るなんてできんのかな。できるよ、一応今まで何回か食べたことあるよ。今までは俺が食い終わった残りから吸い取るだけだったくせに。お前から何かしたことあったっけ？やっぱりいつまでもそれじゃ良くないよね。ねえお姉ちゃん、お願い。実はね、俺たちここ最近全然食事ができてなくてお腹が空いて死にそうなんだ。だからお姉ちゃんの精気を俺たちにほんのちょっとでいいから食べさせてくれないかな。大丈夫、怖いことも痛いこともないよ。ひどいことは絶対しないって約束します。だからむしろとっても気持ちよくしてあげる。さっきのキス気持ちよかったでしょ。俺たちにはわかるんだよ。僕たちに協力してください、お願いします。なんて言ってるけど、目をつけられちゃった以上お姉ちゃんに拒否権はなかったりするんだけどね。どうせ俺たちを追い払ってもすぐに次のやつがやってくるんだもん。たっぷり気持ちよくしてあげるから、極上の精気を俺にちょうだいね。いいよね。ごめんなさい、僕きっとうまくできないしお姉さんを困らせちゃうと思うんだけど、僕お姉さんを一目見てあなたならって思ったんです。頑張って気持ちよくするから。だから俺がお姉ちゃんを溺れさせてあげる。僕にお姉さんを食べさせてください。